皆さんこんにちは、マルス末春役の松岡義嗣です。今回ですね、幼馴染が絶対に負けないラブコメ第1話のキーワードということで、キーワードは初恋リベンジとなります。まあ本当にこう第1話ということで、見どころとしましてはですね、すごいキャーキャー音が聞こえるんですけど、まあ、ご了承ください。はい、まあ、本当に1話の見どころとしては、まあ本当にこう、まあ、皆さんが思うラブコメと、あれなんかちょっと違うかもしれないぞと、なんかこう、あと、あ、これどうなっていくんだろうっていうのをすごく感じる作品になっていると思います。ぜひ見てください。そしてですね、こちらの末春は学園のアイドルで芥見賞を受賞、勝ち白草に初恋をすると、脈ありかもと思っていた白草に彼氏がいたことを知ってガクーンってマジかよってなっちゃうわけなんですよ。で、幼馴染で末春を好きだという白黒葉が復讐を持ちかけられるという話になるので、ぜひ見てください。第1話は4月14日に放送です。ぜひお楽しみに。私、エチい人って嫌いなの。悪いこと言わねえからやめとけ。実は告白はゲームだったの。はぁ、春、復讐しよう。